マキ、はい、始まったっていう、ね、はい、こんにちは、葛飾FM ね、はい、お邪魔しました。あの、はい、僕ら、はい、YouTube のね、はい、あのコアな人しか聞かない見ないそうです、ね、チャンネルあるでしょ、はいはいはい、しもっちのやってらんねーぜ、はい、今日はね、はい、葛飾FM ではい進出ということで、そうですね、ね、はい、殴り込みに来ました。でもいつものやつとは全く内容違うからね、はい、あ、そうですね、うん、全然ね違うんですよ。ちょっと、まあ、今日ぐらいはね、はい、真面目にやってやろうかなと思いますよ。そうですね、はい、お願いしますまああの、はい、僕らね知らない人たち 9.9 割いると思うんで、はい、まあ、一応あの自己紹介だけね、はい、新小岩のバーチェアーズというバーで、はい、もう1年以上、コロナのために休業しています、しもっちと言いますよろしくお願いしますお願いしますでね、はい、マッキーですよね。あ、そうです、はい、バーチェアーズにね携わっているお客さんとして、お客さん15年、15年ぐらい経つよもうそうですね、うん、半分愛人だよねダメだね、そんなこと言ったら、ね、うん、本当に嫌だ、うん、そういうの、うん、誤解を招くからね、招きますよ、はい、全然普通の人です、ね、はい、お友達です、よろしくお願いします。今日ね、はい、うん、何言おうかなと思ったんですけど、はい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 、はい、普通ほら自分の会社とか、うん、はい、お店とか、うん、宣伝するじゃないですか、うんうん、今日しないんですよもう今ので宣伝終わりなんですよ宣伝すらしてないけど早いね、何を話したいか、はいはいはい、ね、やっぱラジオに、ね、うん、出させてもらってるわけなので、はいはい、ラジオの話したいなと。おお、なるほどね、うん、ラジオの話、うん、僕ね若い頃よくやっぱ聞くじゃない、はい、だいたい聞き始めが中学校ぐらいからですよ、うんうん、はいはいはい、18歳ぐらいから、なんか そういう時ってみんなラジオ聞きますよね。15歳ぐらいだ、そう、うん、中学校のね 2、3年かな、ハマる時ある、そうそうそう、うん、でよく聞いてたの、うんうんうん、で22、3ぐらいまで本当よく聞いてたの、はいはいはい、そっからまあ夜の仕事とか始めて、うん、なかなか聞く機会がなくなってこう行くんだけど、うん、はい、やっぱね世間も、うん、コロナ前ね、あ、はいはい、あたりって割とラジオがこうちょっと若い人たちが聞かなくなったなと、あー、なるほど、まあデータとかもあって、はい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 、けどこのコロナに入って、まあ、去年の3月ぐらいかな、うん、ぐっと、はいはい、リスナーさんが増えたと。あ、そうなんですね。そうなんです、まあ、理由としては、はいはいはい、まあ、ネットラジオの登場ね、うん、ネットラジオ、ネットラジオ、あと、まあ、スマホで気軽に聞けたりとか、はい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 、SNS の普及とか、あ、うん、でね、ネットラジオってあのタイムフリーとかエリアフリーっていうのがあって、はい、タイムフリーって、まあ、1週間遡って聞けるとか、あ、そんなのもあるんですか。そうそう、でエリアフリーって他の地方のラジオも聞けるようになったりとか、うん、はい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 、昔聞けなかったじゃない、隣の県の聞けなかった。僕あの九州だったんで、宮崎で、あの鹿児島のね、うんうん、ラジオ局聞きたいと思って、うんうん、合わせてたら朝鮮のラジオとかが入って逆に海外のまあ、あ、そうなんだね。そう、10代の、ね、リスナーがね、はい、30% ぐらい増えたらしいですよ、急に。そうなんだ、うん、で他の世代でも、まあ、10%、15%、はい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 、要はね、若者がねラジオ聞くようになったわけですよ。なるほど、うん、これはね、はいはい、ラジオ離れしてんなと思ったけど、うん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 、ここに来てやっぱラジオの力っていうのはすごいなと。そうだね、なんか映像がない分、うん、ちょっと中身が濃いっていうのがね。そうなんだよね、なんかラジオのいいとこですよね。そうそうそう、うん、だからその若い頃聞いてたのはね、うん、あのね、まあ、聞き始めがさっき言った15歳、はい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 、で15歳から18歳ぐらい、まあ、学生時代だよね、うんうん、まあ、オールナイトニッポンとか、うん、あとね、あ、後ほど話しますけど、うん、今度地方のね、うんうん、宮崎のね、ほう、伝説のラジオ番組があったんですよ。そうなの、うん、そうそう、なんか聞くのが怖いんだけど大丈夫。でその中学生高校生って、はいはい、まあ、今わかんないけど、うん、まあ、面白い話が好きだから、はい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 、その面白い話はどんなところがやってんのみたいな。あ、でしかもね深夜帯ね、はいはいはい、AM の深夜帯、
これがねみんな聞いてたんですよ。もう30年以上前だけどね、30年ぐらい前か。はい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 。で、うん、まあ社会人、高卒になって社会人になったぐらいから、うん、今度はあの面白い話もそうなんだけど、はい、さらにねあの情報ね、うん、音楽アーティストとか、ね、あと若者の情報を知りたくて今度は FM に移るわけですよ、はい、なるほど。しかもセンスがいいなとか、うんうんうん、ちょっとかっこいいなみたいなラジオあるじゃない、はいはいはい、なんで朝、うん、昼夕方空いてる時間はその年代は FM になるわけです、うん、なるほどね。今どうなんだろうね、うん、あの学生も FM 聞くのかな。あでもやっぱ音楽とかね聞きたい時なんか FM っていう感じはあれ。僕の世代はもう学生 AM、うんうん、大人が FM みたいな。ほうそれ大丈夫、偏ってない、うん、いや30年前だからこれ、ね。うん、でも共通点あるんだよこれね、はいはい、AM も FM も、うん、やっぱりねハガキとか、まあ、当時はハガキしかなかったわけですよ、うん、はいはいはい、はい、で今だとメールとか LINE とかさ、うん、あるわけじゃない、うんうん、でリスナーとのそのキャッチボールができたわけですよ、はい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 、それがねすごいやっぱりリスナーは楽しいわけじゃん。あまあね、うん、そのね顔見えない人とつながってるっていうね。そう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 。で一方的な配信をしているラジオってあんま聞かなかったの。なるほど、このようにね。そう今のラジオみたいな。これ多分一方的に配信してるでしょ。これ聞かれるのかって話だけど、そういう話じゃない。ごめん、そういう話じゃなくてはいはいはい、はい、そのただもう、うん、なんか DJ さんとかさ、はいはい、そういうパーソナリティの人がいなくて、うん、こうただこう流れている、うん、音楽でもいいですし、はい、もうね何時だったかな、うん、宮崎が、うん、宮崎ね、うん、オールナイトニッポンがね、まあ、2時3時終わるわけですよ、はいはい、一部が終わったら、うん、何が流れてると思います。ずっと朝まで尺八が流れてる、うん、ずっと聞かないよそんな尺八は朝方まで、ね、眠れるのかな。それが一方的な配信ということですよ、ね、なるほどね、そういうことか、うん、さあそろそろね、はいはいはい、あんまり喋りすぎると、うん、全部すっ飛んでいっちゃうんで。あそうですね、はい、確かに。じゃあちょっと休憩の意味でもね。そうね、はい、クールダウンさせて。そうですね、クールダウンしちゃうねこれは。そうだねはい、ではですねちょっと一曲挟ませていただいて、ダブルパンツドランカーズの友達という曲を聴いていただきたいと思います。お願いします。
ダブルパンツドランカーズの友達、はいはい、誰も知らないけど、ね、オリジナル曲ありがとうございました。本当に聞いていただいて、ね、まあ30人ぐらいしか知らないけどそうだね、公共電波の無駄遣い申し訳ないです。いやいや、もうありがとうございます、まあ、記念ですから、ね、はい、そうですね、はい、一方的な配信ですよ。はい、そう、まだあの話の続きね。あ、そうですね、時間ないからさ、はいはいはい、もう話したくてしょうがないわけですよ、うん、ね、うん、中でもね、先ほど言いました、はい、あの地方ラジオ、ね、はいはい、伝説の地方ラジオっていうのは、うんうん、これもね15分ぐらいかな、うんうん、番組があったの。あ、そうなんだね。そう、僕はね中学校3年生から高校3年生まで、はい、うん、毎日聞いてましたよ平日毎日だよ。しかも11時ね30分ぐらいかな、うん、10時か11時30分から45分の、うん、その15分、それをね毎日聞くの。あ、そうなんだ。一切それ以外の番組聞かないの、うん分かる、なんでか、なんでなんで、その番組だけ恐ろしく若者に人気があったから、うん、あ、そうなんだ。やっぱ伝説なだけあるんだね。そこしか聞かないの。へえ、みんなそのぐらい、うん、伝説的な人気 の、うんうん、あのバンドじゃないやラジオがあったのね。そうなんだ。それ一方的なラジオじゃないんだね。これ超一方的なの。そうなの違う違う、超一方的じゃなくて、うん、配信者が超一方的なんだけど、うんうんうん、受け取る側は 100% 共有してると思ってる、うん、ああそうなんだ。これね、どういうことか解説しましょうか、うん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 、これね15分間ですよ、うん、丸々ほぼ、はいはい、リスナーからの留守電を流しっぱにするんですよ、うん、あ、その放送局に来た電話の留守番電話。そうそうそう、僕らの時代はまだメールとかないじゃない、はい、うんうんうん、もう電話、うん、留守電の時代、はい、ね、人んちかけて、うんうん、携帯もないから、はいはいはい、人んちかけていなかった、留守電あるのみじゃない、うん、はいはいはい、今留守電使う若者、うん、まあ、僕らも含めていないでしょ、うん、いないですね、留守電って、うん、だもうメールとか LINE で、うんうん、いようがいまいが、そうだね、強制的に文章が叩きつけられるわけじゃない。そうだね、そうでしょ、叩きつけられる、うん、でね、 そうだね、その番組って、うん、もう学生若い人、はいはい、みんなそこにね、うん、今日あった人に言えないこととか、うん、秘密とか、うんうん、告白とか、はい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 、まあ、愚痴とか、うん、まあ、学生さんなら先生への一言とか、うんうん、もちろん名前は言わないんだけど、うん、まあ、DJ さんがね、はいはい、長田さんって言ってたのかな、うん、で長田さんっていう人が、うん、では今日の留守電行きましょう、もうこれだけなんですよ、冒頭。あ、そうなの。それしかないんですよ、そしたらピーって始まって、長田さん聞いてくださいよみたいなうんうん、うん、実は俺好きな子いるんすよ、うん、聞いてるかなみたいな、はい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 、もう告白しちゃいますみたいな、うん、何この何々ちゃん好きだ、でも自分の名前も言わないし、誰だか分かんないじゃん。あ、それ留守番電話に入ってるんだもんね。そう、そういうのがでピーッと終わるんですよ、うん、それがねずっと永遠またピー、長田さん聞いてよみたいな。あ、なるほどね。これってすごいなと。でほら、人の内緒の話とか、はい、まあ、ちょっとした不幸話って、うん、みんなあの普遍の楽しみじゃない。あ、まあ ね、うんうん、しかも自分が知り得ないね、うん、その人の悩みだけとか、うんうん、なんか思ってることを、うん、ラジオでこっそり聞けるわけですよ。あー、なるほどね。で、はいはいはい、しかも自分が言った留守電に、うん、残した肉音声を、うん、はい、もしかしたらスピーカーから流れるんじゃないかって。あー、なるほど。ドキドキとワクワク感ですよ、もうこれがたまらなく受けまして、はいはい、うん、もうその地域の若者に大人気、うん、はい、その番組だけ。あ、そうなんだ。でも人気になりそうだね、それ。面白い。うん、なんでね、ちなみにしもっちはそこには投稿したことあるんですか？2回投稿したね。そうなの、うん、肉声では聞けた？その全く聞けなかった、ね、あ、残念な。でもね、逆に言うと、うん、今ね、うん、俺それ新しいと思うんですよ。あ、逆にね、うん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 、多分今の中学生高校生、もしかしたら20代の子たち、うん、留守電ほぼ使ったことない説。なるほど、うんうんうん、使い方も分かんないんじゃないかと、うんうん、これって昔からあるでしょ、うん、
けど今の若者にとってはもしその使い方とか、うんうん、あの使用方法、はい、使用上のご注意をよく理解すれば、うんはいはいはい、めちゃめちゃ新しいツールになるんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね。確かに。お待って待ってそうそうだから、はい、あのそうだね面白いそうだ、ね、80年代のウォークマンとか、うんはい、あるじゃない、うん、ああいうのも流行りだしてでしょ、はいはい、だからね葛飾 FM もねやっちゃえばいいと思いますよ。あの留守電だけバンバン応募してもらって、そうだね流してね、これって一人で作業できるかもしれない。聞いて面白いなだけピックアップして、うんうんうん、で時間になったら始めますみたいな。そうだね、うん、確かに。しかも深夜ね、牛蜜時がいいと思いますよ。牛蜜時に、うん、今日ね、うん、3枚用意してきたんですよ、はい、資料をね、はい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 、まだ2枚しか行ってない。そうだね、残念ながら。そうなんです、うん、すごい楽しかったね。楽しいんじゃないんだ、まだ喋りたい喋りたい、うん、そうそうそう、佐々木さんが今負け言ってますよはい、ではもうそろそろ終わりますよ。いや、もうちょっとあると思うちょもうちょっとあるんじゃないかな。あるかな、うん、じゃあ大丈夫だね。 なんならね、うん、もまた来週だね、これは来週なんじゃない、この、はい、来週のこの時間この時間じゃあ本当にね、うん、楽しいの